はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、以前ね、結構前に飲んだんですけど、ハイリキザスペシャルのストロング、まあ、ハイリキザスペシャルのレモンです。以前ハイリキザスペシャルの、なんだっけ、グレープフルーツ飲んだんだっけ、もう忘れたんですけどね、それ飲んだんですけど、うん。まあ、ハイリキといえば、ね。高い、イメージのある、まあ、チューハイだったんですが。それが、まあ、安価で、100円で手に入ると。値段100円です。これ、アサヒですね。果汁が 1%、アルコール度数 7%。まあ、若干高めのアルコール度数です。ね。原材料、ウォッカとレモン果汁と糖類。酸味料、香料。です。飲んでいきましょう。まあ、その、ハイリキザスペシャルの、前飲んだ時も言いましたけども。こちら。まあ、ハイリキザスペシャルじゃなく、通常のハイリキはですね、正直、値段に見合ったうまさはなかった。あれ、200円ぐらいするんですよ。まあ、いわゆる、高めのチューハイなんですね。はい。なんですが、まあ、いわゆる高めのチューハイって言うと缶チューハイですね。ハイリキザスペシャルでググります。じゃあ乾杯。うん。これ氷結に似てるね。まあ前も言ったんだけど。確か。うん。うん。うん。ね、ハイリキっていうのはね、飲んだことない人結構いると思うんですけど、まあ、ハイリキザスペシャル、これじゃなくて、もう、元祖ハイリキですね。その元祖ハイリキの、レモンは飲んだことあるんですよ。うん。まあ、あれはですね、レモンの、そのレモン果汁を、有機栽培だっけ？有機栽培の、レモンを使用とか、そういう感じのやつですね。まあ、いわゆる果汁にこだわったやつだったんですが、実質、俺の舌では、有機栽培のレモンなのか、普通のレモンなのか、見当もつかない。買ったわけです。ね。うん。前回のまとめで言うとね、ハイリキを飲んだ時の、あれで言うと。それね、それなのに、全然味がわかんないのに、無駄にね、値段が高い。ということで、俺が切れたわけですね。そう、切れたのか忘れたけど。まあ、それはね、まあ、うん。昔のね、動画を見てもらえればわかると思います。でもそれに対して、チューハイの、缶チューハイですね。俺が愛する宝酒造さんの缶チューハイ。チューハイでググると、のレモンですね。こちら。ね、同じまあ値段なんですけど、何が違うかっていうと、ハイリキは、レモンとかの果汁にこだわってる。ですが、このタカラの缶チューハイに関しては、焼酎に、まあ、チューハイのチューの部分ですね。焼酎の部分に、
まあ、非常に力を入れていると。11種類の樽貯蔵熟成酒を使っている。もうこれですよ。そもそも宝酒造っていうのは焼酎のブランドなんですね。まあ、俺の中だと。もう、焼酎って感じなんですけど。これ、酎ハイって言ってますけど、これ、ウォッカ使ってます。で、ハイリキもウォッカです。あれ、ハイリキウォッカじゃなかったっけ？あ、ハイリキ一応、あれなんだ、焼酎なんだっけ。うん。なんですが、焼酎のね、もう、味がね、やっぱ、違うんですよね。缶酎ハイ、宝缶酎ハイ。やっぱベースとなる焼酎が、の味がやっぱ全然違ってくるんですよ。うん。これがやっぱすごいね。で、なおかつ、レモンに関しても、ちゃんとまあ、割とね、シチリア産の手摘みレモンを使ってる。うん。そして、なんだっけ、水へのこだわり、クリアな味わいの、スミロカ水。まあ、三つこだわってるんですね。では、廃力。初代廃力。何をこだわってるか。先ほど言ったように、レモンにこだわってます。まあ、レモンというか、そのあれですね。果汁ですね。うん。こちら、アサヒの、サイトに来ましたけど、有機レモン果汁、そして焼酎と純水を使用した、お酒感と果汁感の絶妙なバランスによる飲み応えのある味わいのレモンチューハイです。有機レモン果汁使用、有機農産物 6% 使用、括弧水を除いた全原材料の中の有機農産物の使用割合が 6%。 うん。え？ってなる。え？ってなりません？もうほとんど説明がなされてないんですよ。ぶっちゃけた話。うん。簡単に言うと。ね。先ほど言った、あっちとは、宝酒造の缶酎ハイとは全然違うんですよね。うん。もうそもそもサイトのあれ自体もしょぼいんですよ。簡単に言うと。で、有機レモン果汁を使ってるのは分かった。ただし、焼酎がそこまでもう焼酎って書いてあるだけで、何の焼酎、どういう焼酎使ってるかっていうのはもう一切書いてないので、もう分からん。で、純水を使用した。まあ、純水。まあ、純粋って、特にここにも説明がないわけですね。うん。そして最後にとどめとなるのが、有機農産物 6% 使用。って書いてあるんです。うん。過去水を除いた全原材料中の有機農産物の使用割合。ということは、水を除いた全原材料中の。まあ、一缶のうちに 6% しか有機農産物は使われてないということになります。うん。うん。ね。まあ、うん。そういうことです。そして、値段が 350ml 缶で210円。
と書いてあります。高いです。うん。高いです。普通に高いです。普通に高いです。つまり、6% のレモン果汁、括弧有機農産物を、この一缶に 6% しか使用されてない有機農産物のレモンを、ね。じゃ、これが有機農産物のレモンだ。こっちは有機農産物のレモンじゃない。誰がわかるんですか？ね？誰がわかるんだと。まあ、どっちもレモンだろうと。特にレモンなんて、酸味しかほぼないわけでしょ？ね。そりゃわからんて。全然わからん。実際飲んでみたらわかる。全然わからない。うん。そして、だから、缶チューハイ。先ほどと同じ、先ほどの排力と同じ 350ml 缶で210円。まあ、同じですね。全く同じです。で、焼酎の11種類のこだわり。11種類の樽貯蔵熟成酒の焼酎を使ってる。って書いてあるし、レモンに関しては、シチリア産の手摘みレモンを書いてある。水に関しては、クリアな味わいの炭ろ過水。と、細かに書いてあるわけですね。じゃあ、どうだと。な？で、お前、これを見てね、消費者はどっちを選ぶか。別にいいですよ、こんなの。サイトなんて見なくても。まあ、大体味で、結局最終的にね、あれだっていうのは、まあ、わかりますけどね。ね？それわかりますよ。まあでも逆にね、やっぱりね、飲んでみるとわかる。明らかに宝の缶チューハイの方が、その、レモン、の、味を抜かしてみた、焼酎のその、酎ハイの、いわゆるハイボール、焼酎ハイボールの味ですよ。それが全然違う。飲み比べたら一発でわかる。ぐらいの。だから、有機栽培のレモンと、ただのレモン、を味比べするよか、11種類のタルトド熟成酒と、ただの焼酎を味比べするの方が、明らかにね、わかるんですよ。違いが。うん。よくやった。うん。よくやったよ。うん。やっぱり俺のね、愛する宝酒造株式会社ですよ。で、ここで、話を戻しますが、ここまでぐだぐだやってるとね、終わらないんで、うん。ハイリキザスペシャル。ウォッカベースの強めのアルコール度数で、絶妙な飲み応えの新ストロングチューハイ。ちょっと喉が、うん。強すぎない、甘すぎない、絶妙ストロング。ちなみにこれ、ラインナップが、レモンとグレープフルーツとカシスオレンジってあるんですけど、レモンがアルコール度数 7% です。だがしかし、グレープフルーツとカシスオレンジが 9% ですね。どっちも。うん。ただ、
まあ、アルコール度数が違うってことは、その差額の 2% はどこ行ったんだろうって、ちょっと思うんですけどね。うん。レモン。丸ごと絞りレモン果汁を使用したさっぱり爽やかな飲み応え。アルコール度数はちょっと強めの 7%。レモンのすっきりとした飲みやすさはそのままに、しっかりとしたボディ感の味ある、味わい。うん。で、確か前回飲んだのがグレープフルーツです。うん、これはまあ、省きましょう。で、まだ飲んでないカシスオレンジ。しっかり強い、しっかり甘い。絶妙ストロング。確かにね、そういえば、あ、もうやべえな。話してる間にもう、飲んでるんだけど。はっきり言いましょう。これうまいです。今更ながら。何がうまいかって、まず甘すぎない。ここにも書いてありますけど、実は、これ、甘味料使ってないんです。原材料が、ウォッカとレモン果汁と糖類と酸味料と香料だけです。香料使ってね、糖類使ってるじゃないか。糖類使ってます。だがしかし、甘味料が、嫌いな俺にとっては、全然、こっちの方がいいです。うん。まあ、その分カロリーが、100ml あたり 57kcal あります。まあ、僕は全くカロリー気にしないんで、どうでもいいんですけど。確かにね、カロリー気にしてる人にとっては、あれかもしんないですけど、別にカロリー気にしない人にとっては、むしろ甘味料を使ってない方が、糖類を使ってくれてた方が、まあ、自然な甘みなんですよね。甘すぎないんです。甘味料はね、無駄になんか変な甘さがある。逆になんか甘いんですよ。わけわからん甘さがある。これわかる人いるかな？これはね、非常に自然な甘さ。うん。で、なおかつ、レモンの味も非常にする。うん。うん。そしてアルコール度数が高い。うん。そして安い。100円です。ここまですっきりとした甘さの、レモン果汁のアルコール度数が高く。ね。そんなチューハイはなかなかないです。まあ。これね、非常にね、俺がね、味が似てると思うのが、氷結です。氷結。氷結には負けます。多分負けるんじゃないか。わかんないけど、氷結と大体同じような味がします。氷結。氷結とね、大体同じような味がするんですよ。うん。氷結って割と高めの、若干高いです。130円ぐらいするかな。うん。ただし、氷結は、うん。レモンが 6%、アルコール度数 6% ですね。で、ちなみにストロングシリーズは、アルコール度数 8% なのですが、糖類が0なんですね。糖類が0ということで、何が違うか。甘味料、さっき言った甘味料ですよ。甘味料が使われてるんですね。うん。甘味料が使われてるんですね。
こちら。俺、甘味料大嫌いなんですよ。はい。さっきも言った通り。ということは、まあ、氷結には確かに負けてる。ただ、スタンダードシリーズにはね。ただ、アルコール度数 6% です。うん。アルコール度数を高めな、氷結を飲みたい。うん。となれば、全然こっちの方がうまいです。うん。これはうまい。これは美味しいです。うん。だって、グレープフルーツなんとカシスオレンジある。9% なんですか？アルコール度数がね。氷結は 6% ですよ。それの違いです。うん。どうしようかな。正直、5つ押しにしたいぐらいなんですけどね。ここまで言っといて。うん。ただね、5つ星はね、やっぱり、チューハイで5つ星って結構難しいですよね。うん。正直。今まで5つ星つけたチューハイって俺多分、缶チューハイのレモンと、そんぐらいしかないんじゃないか。うん。まあでもね、氷結より安い上に、アルコール度数が高い。うん。ということを考えて、まあ、確かに氷結よかは、ま、若干、美味しくないとも言えないんですけどね、ほとんど味変わんないと思うんですよね。そう考えると、氷結をもうこれ打ち負かしたんではないかと、個人的には思ってます。うん。多分。そういう意味では、氷結以上の、中杯にはなってる。ちなみに俺の中で氷結っていうのはかなり中杯の中でうまい部類に入ってます。うん。ただし、この動画では、何回か言ってますけども、あくまでも味を評価する動画です。コストパフォーマンスを評価する動画ではないです。うん。ここを勘違いしないでもらいたい。俺の動画では、味のみを、価格を、値段を、考慮しないで、うん。味だけを考慮した上での評価なんです。5つ星とか4つ星とか3つ星とか、ね、いろいろ評価つけてますけど、5段階表記でね。あれはすべて、味のみを評価したやつです。ので、これを味だけで評価すると、やっぱり4つ星なの ?4 つ星。こんな長くなってね、申し訳ないんですけど、結構ね、白熱してしまいました。俺の中で。うめ。てか、このさ、しば漬け全然減ってないんだけど。これ何グラムあんだよ、これ。しかも、消費期限切れてるから、なんか微妙になんか。やっぱ柔らかいな、なんか。はい、ということで、四つ星です。でも美味しいんでね。美味しいし安いんで、これはおすすめです。僕としては。ストロングハイリキザスペシャルシリーズ。うん。普通のハイリ強化全然おすすめですね。うん。はい、ということでご視聴ありがとうございました。